はい、どうキングダムハーツファイナルミックス実況プレイのパート52です。やっていきたいと思います。前回はネバーじゃなかったボリンポスコロシアムでの、ハデスカップに挑戦して、とりあえず、10位のハデスを倒すところまで進めたんですよね。まあ、その過程でね、高暗記魔法3種類も、最終形態になりまして、今回はいよいよ、ネバーランドの隠しボスファントムに挑んでいきたいと思います。というわけでね、魔法系重視の装備に変えてあります。重視の装備って言ってもただ武器をちょっと言い切っただけですけどはい、とりあえずねやってみようと思います。そうか、ピーターパン必須か。じゃあこうなるよね。魔法攻撃が必須の戦闘になってしまうので、どうしよう、なんかつけようかな、余った装備でも。敵の攻撃力も結構高いのでね、それなりに防御力のある装備の方がいいか。ガイアバングルとかいいの。属性ダメージをされるのいいかもしれない。じゃあ行ってみよう。大灯台に行きたい。行きましょう。さあ一発で行けるかな。針にターゲットがいかねえ。針にターゲットがいかないぞ。砲台を止めれるはずなんですよ。ヒーターパンが消えてしまった。効率で三日月よ。いけ、守りを。あ、また OK。お面も結構不規則だな。ナイス。が戻ってもいい頃じゃないかな。よし、動いてるな。止まれ。ピーターパンゴミよ。
ヘアロがありがてえ。3ハンターがファイトだと。大東大の方も意識しないといけないからな。意味があるかわかんないけど、ファイが攻撃一発、ファイが攻撃定期的に、サンダがファイが攻撃、ヘアロが攻撃、あ、使ってくれんのか、殴る殴る殴ると、待て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 、ひたすら殴る殴る、なんだかいいんじゃないか、エアロが好きだ、結局なんか殴るの多くない、が殴る、ブリタがよし、一刀さくら、よし、ファイがブリザー、魔法力がない、やべ外した、持ってない、何？イカズチよ。もったいない。よし。あと一人。ちょっとしまい。ゴリスタが打撃。はい。一旦ストップラかけに行く。あれ？これは。打撃、まあ、打撃の方がありがたいっちゃありがたいけど、ね、使わないから、合理して、合理して、フリーザが合理して、打撃いけるいける、戦い方さえ分かれば、打撃、ファイが、打撃、一旦ストップラ、やつが向こう戻るタイミングでこれかけよう、エアロバも使う、はい、打撃、打撃、なんだ今回圧倒的な打撃率、なんだこれ、ぐるっと回ってサンダが打撃、もう一回サンダが、もうちょい、エアロが助かる普通に今すかしてたね、打撃打撃、フリーザがこのルーティンあと2回くらいか、ゴ
凍りつけ、外した、凍りつけ、燃えろ、イカズチよ、よし次で終わりだな。やるわ。打撃、打撃、もう、よいしょい。最後勝ち方出さ。そういうとこできた。はた、えた、よっしゃ、これでやっと素材集めがまた再開できる。一応長い武器にしとこうかな。うん、ライオンハートがやっぱりそれなりにかっこいいしね。優秀だ。じゃ早速やってみようかな。余計なのを大体外しておく。どういくんだっけ。お、いた。じゃ早速ストップだと。他のはどこだ。今船の小舟の上にいたね。多分これだと建物の中にいる感じかな。いた。止まれ。あとは船の方。間違えて発動しないようにあれも外さなきゃ。スタンインパクトもいらんね。ラグナロクを使う。いたねえ。頭をターゲットしてトップガを使う。ラグナロク発動。フルチャージをドン。
なんかそんなに似てない気もするな。64か、全然だな。何ももらえねえ。あ、そっか、エアロクが発動してなかった。って考えたら、あ、でもな、そうだよね。ターザン持ってないもんな。これを活用して吹き荒れる風とか、吹き荒れるじゃねえか、満たされる力と満たされる雫か、これを大量に集めないといけないんでね。力はあと2個、あ、リボン1個作ったけど、あ、でもまだ追加で欲しいからな。まだまだ必要だ。効率らじゃないね。お、来た。こういう上のところとか、ほら、いた。止まれ。あと1体はどちらだ。どこ、あ、いた。止まれ。さすが。さあ、でかいのが現れているはずだ。これの頭をターゲッティング、エアロが、ストップがなくなるか。全然動きしねえ。あー、惜しい。あ、でも雫もらえた、やった。いや、98回。
しずくも一個手に入ったぞ。いいね。この調子で主に力の方ですね。しかしね、雫か雫の方集めましょう。だね、あの雫関係は全く作ってないんだね。あ、いいね。止まれ。100ヒットいけそうだったね。味方がなんか攻撃してくれないのは多分なんか調整されたのかな。ん？どこ？どこどこどこ？1体は見つけた。もう1体どこだ。こっち側に回ると気配あるんだよな。あ、そっか、上。でも離れるね。どこに隠れてやがる。あれ？とりあえずそこのにストップがかけたい。あれ？もう一人どこだ？この辺に来ると反応すぐ出るんだけどな。この辺だ。この辺で反応がある。え？いや、マジでどこ？離れる。いや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 。どこだ。え、本当にどこ。沼。こっち側なんだよね。あれ？あの、消えた。そんなことある。え、どこに出たのこいつ。マジでわからん。
どっかをロックオンしようとするんですよね。あ、あ、上か、上にいたんかもしかして。ジャンプしたらロックできる。え、いた？どこどこどこ、そんなところに。わからんって、ここはわからんって。よし、エアロが使って、ストップが使って、ラグナロク、足りない気する。あー、98か。まずまずだけどね。ここでやっと2個。まあでもあれですね、リボン用の満たされる力がどんどん集まっていく。でも必要性も完全にオーバーしたけどね。いいぞ。はい、じゃあとりあえず今回はここまでにします。やっと効率よくね、満たされる雫も集められるようになってきたんで、まあ、他のキノコ狙ってもいいんでしょうけど、そもそもドロップするかなっていうところもあるんでね、ちょっと、見応えのない作業には相変わらずなるんですけれど、またしばらくピンクアガリスクスから、満たされる雫を狙うっていうのを続けていこうと思います。必要数が10個っていうことで、これをあと8回繰り返せば、まあ、集まると。ということでね、やっていきたいと思います。では、キングダムハーツファイナルミックス実況プレイパート52、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。